はい、始まったよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。お世話になってます。ありがとうございます。今日は理性です。理性。理性は今、和道さんにあるって言ってたんですけれども、それでみんなにあるんですよ。そりゃ、どうしてでしょうか。今ね、質問が来るから、もうちょっと待ってて。浅井さんに質問が今来るから、もうちょっと待っててね、浅井さん。今ね、みんなね、これから集まってくるから。理性って、好きなことをやる人にあるけれども、それって好きなことをやる人に理性。好きなことをやる人はだんだん伸びていく。おー、いいね。で、それで、これって、何があっても、挫折 しないで、それでそっちの方向にずっと行くものはその理性になる。ほう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 。あ、先生、マイクこれね。喋るとか、ここに向かって。今日水曜日だっけ？水曜日だ。今日水曜日何の日だろう。水曜日だね。水曜日は。皆さんおはようございます。おはようございます。どうも。おはようございます。ありがとうございます。楽しんでってください。おはようございます。おはようございます。楽しみっていうのは理性になるところにあって、それは、和道さんのように、好きなことを毎日やって、それでそれを持続すれば、みんな簡単になれます。なれます。よろしく。よろしくってそれあれだよ。よろしくってそれならないよ。だからね、持続させてからそれからよろしくだよ。理性に鶏はいるかっていう話だ。理性に鶏はいるか。理性に鶏がいるかって話をするの？鶏は途上では非常に必要なものですけれども、それはそう思ってるだけです。でもそれは非常に必要なもので、それで突然いらなくなる。そしたら理性は完成です。それっていうのは、いる途上にある人は何が何だか分かんないんですけれども、でも、和道さんについて、好きなことをやっていく。で、これで、大丈夫です。保証します。途上っていうのはどういう意味？途上っていうのは、理性になると知らないで、自分が理性でないと思ってる人。これが途上で、ここに、鶏は必要ですけれども、今鶏はいらなくなります。で、それは、鶏も理性になってしまうからです。あとはちょっと足りないな。鶏はコケコッコって鳴くんでしょうか。さあ、コケコッコって鳴くのは和道さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいすおいす、ラコステさんいらっしゃい、ナウシカさんいらっしゃい、浅井さんがいるって。ナウシカさん。ナウシカさん。ケツの谷のナウシカ。ナウシカさん、この人。おはようございます。あれ、浅井さん、いる。この猫ちゃんはナウシカさんですか？この猫ちゃん、ナウシカさん。ナウシカさん、それは、今、この猫ちゃんになるということで、この周りは私です。アイカ、おはよう。おはようございます。アイカさん、ありゃ、これかわいいな。これって、この人が、どこかから持ってきてここにくっつけたんですか？そうそうそう、ピカチュウっていうの、これ。ええー。かわいいよね。ピカチュウ知らないの？あなたはピカチュウです。ピカチュウ。ピカチュウとピカ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 。お星様のようじゃなくて、太陽のようにピカ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 。すると、すべてピカピカのものはみんなピカチュウです。アイカ。ミミッキュウだって。ピカチュウじゃないんだって。ミミッキュウっていう。これミミキュウの？ミミッキュって言うんだって。ミミッキュ。じゃああなたはミミッキュじゃなくてピカチュウですよ。そしたら何おはようございます。新ポケモン。どこが違うの？わかんない。俺はピカチュウだと思ったけど、ミミッキュって言うらしいね。
わからないね。よくわからない。はい、おはよう、亀仙人さん、おはよう。これさっきの人だ、こっちだ。ラコステ、ナウシカ、ナウシカ。朝から浅井さんと神、これなんて言うんですか。神会。レオさん、おはよう。おはようございます。神会じゃね。いや、これあの、カラオケに来ればいいんじゃないですか。あの、月曜日と水曜日の12時、よろしくお願いします。おばちゃんに、ちょっとあの周りを見渡すのが足りないんでさ、はーいとか言ってくれればおばちゃん入っていますが。よろしくお願いします。幡ヶ谷です。あ、そう、幡ヶ谷の交差点で、いや、おばちゃんと目が、よく見張りますから、すいませんです。よろしくお願いします。亀仙人。亀仙人ってどういう意味なんですか？亀仙人っていうのはドラゴンボールって漫画のキャラクター。あ、そこのあの、ドラゴンボールっていう、その漫画のその主人公になりたいとこの人が言ってるよ。誰が主人公してますか？何してますか、その人。亀仙人はサブキャラだよ。主人公じゃない。じゃあ、このおはようでその瞬間に、その、その1位の方にあなたはなれるじゃないですか。おはよう。レオさん。レオさん、これはワンコだ。ワンコ。うん。え？よくわかんない、このワンコ。ワンコ。ワンコかな。しっかり見えないな。しっかり見えないね。歪んでるね。うん。おはようございます、レオさん。何かな、よくわかんないけど、また何か送ってください。これは、あなただっていうことですか、それとも私だっていうことですか。ピカチュウに憧れて、ピカチュウのかぶり物、かぶり物してる。はい、ケジャラモンジャラさんいらっしゃい、おはよう。いや、それが賢いな。それが生きる方法です。浅井さんかわいいですね。ナウシカさん、いや、だから会いましょうって言ってるじゃないですか。だから会いましょう。和道、仕事大丈夫か。和道つ、和道つってか、和道でいいですか。和道でいいです。仕事大丈夫か。仕事。だから、ここで気合い入れたら理性になるんじゃないですか。ケジャラモンジャラ、おはよう。おはようございます。いや、この人難しいね。難しい？勝ってる。いや、それはね、たまにね、和道さんに会いに来た方がいいですよ。俺の犬だよ、チャンピオンになった時の写真。すごいね、チャンピオンになったんだね。44和道2。さあ、それが人の手で、これがすごいね、浅井さん。え？チャンピオンになったんだって、ワンちゃんが、レオさんの。あなたはここだと思う、この時、この好きなことに邁進していると、それはあなたはトップの人間となって、それで変身です。和道朝から浅井さんを見れるとは嬉しい。これは何を表してますか。ただのネオサインですか。ネオサインだね。この見れるってよくわかんないけれども、これは、これですか、画面。画面大丈夫ですよ。ワードさえついていけば大丈夫。今だに状況をつかめないんだが、浅井さんにとつられたのかい。家に来たのって浅井さんがって。ちょっとわかんない。もう一回とつらら。とつっていうのは家に来ることをとつっていうの。
ごめんね、浅井さんネットスラングわかんないからネットスラング書かない方がいいかもしれない。ごめんね、みんな。手伝えたって。家に来ることが手伝えただから、朝から浅井さんに。浅井さんが家に来たのって。浅井さんネットスラングわかんないんだ。手伝えたのは彼女です。浅井さん、ブルさんいらっしゃい。手は俺の手だよ。あ、これそう？あ、耳だと思ったら手なんだね、これ。え？耳だと思ったら手なんだね。ワンちゃんの耳だと思った、俺。この手を評価すればいいんですか？この、左手は OK。右手は、肘のとこがダメだよ。で、左手、これ、あれ、左手はいいのに、左足はダメだということは、運動不足だ。で、それで、あり？超運動不足だから、もうちょっと散歩した方がいいです。っていうのは、右足がダメだから、これ、ごめんね。あれだよ。いや、珍しいことに、寝たきりで動けなく同時になっちゃいます。だから大変です。なんだかな。日本ランキング2位。浅井さんはここだ。誰だ、はい、ブル、MHKT4 兄弟夫。全然わからない。4。何ブルさんっていう名前。この人は。ブルさん。4ということに何か意味がありますか？わかんない。それは。大丈夫です。一生懸命やってれば大丈夫。言うと4兄弟。まあいいや。浅井さんは、和道さんが男として好きですか？どっかに来た、どこだったっけ？ソレイさんおはよう。浅井さんだよ、浅井さん。おはようございます。あれ、今どこ見てたっけ？もう早く読まないと次々って言っちゃうから。ソレイユさん。ソレイユって何ですか？お母さんじゃないよ。お友達というか、先輩というか、浅井さんっていう方です。この放送で。お母ちゃんだよ。だから、そういうこと言うと、本当のお母さんだと思っちゃうから。え？お母さんみたいな人だよ。いや、そうじゃないよ。そうじゃないの。岸壁の母です。岸壁の母？そしたら、メロンパンナ。今戻ってきたんですけど、お母さん。おはよう。いや、テルッチ。大丈夫だよ。人生は一歩一歩のもんです。ソレイユって、浅井さん誰？おはよう。ソレイユさん。バイクローダ。全然わからないよ。これは。クローダさんっていう人。おはよう、マリちゃん。おはよう。おはようございます。私、黒田さんって配信者になりたいの？わかんない。浅井さん、配信者って言葉を覚えたんだ。だって、あれだろ。浅井さんの口から配信者って言葉が出てきたの、すごい。多分そうだよ、きっと。配信者になりたい。音楽がついてるよ。あれだから多分うまくやりたいしてるよ。あなたよりも。和道さんよりもうまい配信者になるんですって言った。てる、まりちゃん。誰、まりちゃんって。あ、まりちゃんね。はいはい。まりちゃんおはようございます。よく見えないけど。まりちゃん、いい子だね。だけどね、まりちゃん。おばちゃんは、浅井さんすごい人だよ。なんかそれね、これ違う風に変えた方がいいんじゃないかな、まりちゃん。まりちゃん、サムネ変えた方がいい。ガンモさんいらっしゃい。ガンモさん。
来ました彼女さん。これは何が飛んでるの？これピカチュウ。すごい人。空き缶拾いで生計を立ててた。仕事、おー、花火ありがとう。仕事、誰が花火？ああ、それ仕事か、まあ、ガンモさん、仕事頑張った方がいいです。仕事だ、あなたは。それ言う、浅井さん、デビュー指名。いや、でもわかんないけどね、さ、黒田さん、あれだよ、なんかね、1分ぐらい私とお話すればいいんじゃないですか。浅井さんってリスナー？浅井さんは？これは花火をプレゼントしました。花火プレゼントしました。もう、全然早いよ、みんな。浅井さん、亀仙人。これは何？浅井さんって手振ってるの。手振ってる？カメラ向かわないと。浅井さん、見えないよ。カメラ見ないと。手振ってるっていうことは、ん？もうここにいるんだ。よろしくお願いします。ソレイユさん、浅井さんってリスナー？リスナーよくわからないよ。うん。リスナーじゃないよ。みんなをリスナーにする人です。そうだね。ソレイユ、ソレイユ、バイクロダ、暇かよ。暇、あうな、あ、そうだね。スピリチュアルな人ですね、浅井さんは。そんな感じです。光が見える人です、ね。スクワット5回、スピリチュアル、スクワット5回って何？いいの。それは、大丈夫。おばちゃん、今、40キロスクワットで、あれだよ、20回できる。この前から、できることが分かったんだけどさ、みるみる伸びてきたよ。ちょっとよくわかんないよね、ガンモさん。浅井さんはね、一週間に一回か二回必ず来る人だから、この放送に、浅井さん覚えておくといいよ。テルッチ、浅井さん、今日仕事は？仕事。今日は仕事はやんないけど、違う仕事やってますか？あ、仕事？あんたと一緒に仕事したいね。まだスクワット続いてるの？そう。いや、これ、古代。違う人だよ。古代さん。これは何ですか？これわかんない。なんだろうね。サムネね。うん。ブルさんが。古代さん、配信者になりたいしてるよ。これ W って何？ W は笑い。じゃあ、俺を相手にしないで、なんでワドさん相手にしてんのかってこの人言ってるの。だからね、いずれは目にかかった時にどうするか決めましょうね。スクワット続いてるとは、笑い。これは何事でもない。スピリチュアル的なもの。何スピリチュアル的なものって何？スピリチュアルって、簡単に訳して精神的でいいの？そうだね。そう、スピリチュアル的なものです。テルッチデシュってかわいい。これは何？かわいいって。風船プレゼントありがとう。これ風船って言う？違う。俺はここ読んでる。あ、そう。うん。俺読むの早いから。いや、あなたはあれでもなんかね。テレッチ、あなたは自分が思ったよりずっといい人間です。ガンも、よくわかる。ああ、全然わかんなくなっちゃったぞ、もう。俺のことが何か見えるの、浅井さん。そうだよ。あなたの手が、あれだよ。どこが故障してるか、この手だけで、全身の状況がよく見えるよ。それはあなたの手が健康だからです。左手が。風船をプレゼントした。ありがとうございます。風船。両目もつぶった方がいいんじゃないですか。ブルさんが俺はどうだって。俺はどう？ガッツいや、俺はどうってあれだよ。いや、何か協力したら、いいことができるかもしれないですね。ね、サムネ占い。サムネって何ですか？
サムネイルっていうの、この画像のことサムネイルっていうの。うん、あ、ヨーヨーありがとね。そうだよね、サムネ占いだよね。うん。うんと、風船10個。浅井さん自己紹介してだって。自己紹介、うん、どこに書いてあるの？ここ浅井さん紹介してだって。自己紹介して、浅井さん。ガッツ一元さんって誰ですか？これは何が出てますか？サムネは大丈夫だよ、浅井さん。スルーして。サムネ一個一個占いしなくて大丈夫だよ。浅井さん。浅井さん、自己紹介してほしいって。いや、これがないで。いや、サムネイルは大丈夫だから。浅井さん、サムネイルは気にしなくていいから。私は浅井由紀子です。これ何？何かこねてる？わかんない、俺もサムネイル。うん、ガッツ一元さんって知ってますか？初めての人ですね。よろしくお願いします。浅井由紀子と申します。どうぞよろしくお願いします。タイガー系、お母さんですか？お母さん。そう。だから、お母さんで、岩壁の母です。皆さんの。岩壁？岩壁の母？母は来ました。今日も来た。この岩壁に。うんと、協力したら？いや、それは違うんだよ、方法が。うんと、あ、チャムいらっしゃい。ベグチャム、うん。チャムちゃん、こんにちは。うんと、なんかチャムちゃん、アリ、かわいいな。うんと、あれ、おばちゃんにもう一回見たかったけど、消えちゃったよ。健康になっていくことが、ありがとう。浅井さん、これなんて書いてあるの？これは、こう、頭を下げて、ありがとう、浅井さんって、レオさんが、健康になるんだねって、そう言ってくれてありがとう、だって、レオさんが。そうだよ、あんたはこの、犬見て私わかるもん、このワンコは、だめね、だからあんたは健康を目指してるんだから、それ、健康になったらすごい嬉しいと思うけれどもさ、あんただったらなれます。レオさんだったらなれる。宇宙。初見、マリアさんありがとう。いらっしゃい。楽しんでってください。よろしければ自分も占ってください。うん、ケジャラモンジャラさん。これと、その世の中でこれ、これ爪間が引っかからないんで、それで、どうすることもできない。だから、いや、それこそたまに和道さん見に来ればいいんじゃないですか。そしたら爪が引っかかる。だってね、これ爪引っかかんなきゃ消えちゃうんだもん。うん、だからね、そう、一回、いつか和道さん見に来てください。お母さんなんですね。いや、お母さんでなくて、岩壁の母。岩壁の母って何よ。え？何、岩壁って。岩壁って何？岩壁って？うん。断崖絶壁。断崖絶壁ってこと？いや、断崖絶壁じゃなくてね、なんかね、うん、断崖絶壁に和道さんがいるのを見てるんです。世界観がすごすぎるんだけど、今日の浅井さんの世界観がもうついてけねえわ。いつもよりすげえわ。完璧の母って久しぶりに聞いたな。浅井さん、私お腹痛いの。これはお腹痛いんだって。亀仙人さん、どうしたらいいかって、そりゃあ。浅井さん、とりあえず歌おう。2時間ぐらいしたら治るよ。空を越えて、ララら星の彼方、行くぞ。それは完璧な範囲に向かって歌ってる。それ、だからどうしたらいいでしょう。鉄腕アトム？うん。そう。あれが岩壁の母なんですよね。だからよくわかんないな。鉄腕アトムってなんだ。そうだ。一緒に歌う。いや、わかんないけどね。今日は歌わないのね。わかった。うん、今
今日は歌わない日ね、うん、帰る息子を待つ母親の歌。あ、そうなんだ、初めて知った。岸壁の母は引き船船で帰ってくる息子の帰りを待つ母親もで、へえ、そうなんだ。あ、知らなかった。俺の教養のなさが出たね。うん、初めてコメントしました。浅井さん、今日から冷え込み風邪ひかずお互い頑張りましょうね。なあさん、どこにあった、上ですか、一番上。初めてコメントしました。浅井さん、今日から冷え込み風邪をお互い引かず頑張りましょう。だって、いや、だから岸壁の母がいるからみんな風邪をひかないだ。うんと、浅井さん歌わなかった。いや、どうなんだろうね。うんと、初見さんいらっしゃい。みなちゃん、ありがとう。もし面白かったらフォローしてください。ち、僕の、なんて言えばいいのかな、マザー的な、グランドマザー的な、新宿のマザーテレサと僕は呼んでます。いや、今度岸壁の母を歌うからね、それでいいですか。うん、うん、と、ここに持ってくる。浅井さんは配信者じゃなくて、ちなみに YouTuber です。うん、YouTuber？ YouTube で動画出してるぞ。おばちゃん、配信者にどうやってなれますか。今配信やってるから配信者。おばちゃん、これ用意してその毎日こんにちはやればいいですか。そう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 。これだいたい5000円、3000円ぐらいから1万5000円ぐらいで売ってる。これは1万5000円。いや、それはいいけど、これ買ってこなきゃ。浅井さん、パソコン持ってるな。パソコン持ってるでしょ。売っちゃったから。いや、あ、分かった。そしたらあれだ、うんと、すごい大変だっていうことだけど、それで頑張れば大丈夫だってこと。うん、うんと、なんか、うんと、教室じゃなくて年代の違いだよ。教養じゃなくて年代の違いだよ。おはよう、田中さん、ハートありがとう。初めて見る人。いや、随分、あの、あれだよ、うんと、大変だったんだね。うんと、みなちゃん、みなちゃん、そよ風大好き、はーい、なんだろう。みなちゃん。そよ風ってなんだろう、よくわかんない、ばあちゃん。うん。なあさん、ありがとね。また見に来てね、なあさん。そよ風はあなたです。うんと、和藤さん、お邪魔しました。なあ。これ。よくわかんないね、なあ。うん、これは何を表していると思いますか。次行かないとどんどん、これはかかし次行かないとどんどんコメント来ちゃって読めなくなるよ。次行かないと、いや、かかしじゃないんですよ、私が完璧の派だから、うん、うんと、おはようさん、うんと、田中さん、なあさん、ごめんね。また見に来てください。フォローしてください。田中さん、なあさん、ありがとう。会えるといいと思いますね、うん、うんと、新宿のマザーテレサ、マザーテレサじゃなくて、うんと、マザーテレサは必要ありません。うんと、マザーテレサディス来たね。カルシウム、おはようございます。骨。おはようカルシウムさん。あなたはカルシウムになっちゃってるからやめた方がいいよ。うんとさ、うんと、カルシウムは、なんだかよくわかんないな。うんと、おはよう、ゆうこさん。つてやか、おはよう。カルシウム。カルシウムは多分国がなければ違う栄養になって、それはないんだと思います。うんと、マリア、興味津々。そうです、そうです。サムネが気になってるんです。そうです。レオさん、そうです。みんなはサムネが気になってるんですよ。ゆうこ。小林さん、よろしくお願いします。おはよう。初見さん、まうさん、よろしくお願いします。小林さん、また今度来てください。フォローありがとう。うんと、今日は仕事お昼からですか。いや、あのカラオケやるけど、カラオケよかったら来てください。コメント拾える状況じゃないです。和藤さん。浅井さんの枠はコメント拾いません。わぁ、すごい、早く進んじゃったよ。うん、和藤さん、多分浅井さんはなぜこのサムネにしたのかが気になってる。いや、それはあなたのが健康になりたいっていう勢いです。うんと、舞う、初見です。フォローしました。マウさん。マウさん、これ何ここあるの？え？消えちゃった。どこだろう？え？
ナーマさん、おはようございます。わー。フォローありがとう。カラオケ行くの、いや、みんなと行くよ。うんと、あの、ホームレスのみんなと。うんと、それから、俺の4は大丈夫ですよね。数字の4、あれ。そう、大丈夫だよ。大丈夫。うんと、いい感じ。お、キットさんいらっしゃい。いい、キットさんご無沙汰。いい感じじゃない。うんと、これは本当に大丈夫だから大丈夫だよ。大丈夫。うんと、みなちゃん、そよ壁大好き、フォローしました。フォローありがとう。ありがとうございます。うんと、マリア、ママ。おー、佐藤組だ。いらっしゃい。昨日放送見てたよ。ハロウィン可愛かったね。悪魔。うん。あ、その可愛い線で行った方がいいですよ。うん。うんと、さ、ね、うんと、マリア、これは？え、これ？笑っていうのは笑ってるってことね。W。マリアじゃあ笑ってないで来てください。うんと、テルッチ、ワドーさんと。俺は今日は仕事。これから仕事だから今日は行かない。あ、彼女が来るんじゃないですか。ワドーさん。はい、持ちばあさんいらっしゃい。あ、ももこさんが私の顔。いや、今度うちにおいでよ、テレッチさん。うんと、ありがとうございました。ももこ。これ、わこつ。わこつって何ですか？こんにちはって意味で、ももこさんが私の顔は大丈夫ですかだって。あ、ももこちゃんかわいい。顔は大丈夫ですかって何を聞いてんの？占ってくださいだって。私のこと見てくださいって。おやすみ、ナウシカさん。テレビ見ない方がいいじゃないな。なんだ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか偉い人に従わない方がいい。ユキチは普通だよ。どんな占いだよ。いや、それはね、いや、本当に悪いけど、なんかあれだよ。だからそうだよ。とりあえず、ももこさんはおじいさんとかおばあさんに従わないでください。いや、違う、そういうことじゃなくて。うん、どういうこと？それは、どういうことよ。権威を持って偉そうに喋る人に従っちゃいけない。なるほど。偉そうにしてるじじいとばばあには従わないでください。そうですね。はい、そうです。それから、アイカ。何言ってるかわかんない。アイカって何ですか？アイカっていう名前ですね。あ、ごめん、みんな、申し訳ないけど、ネットスラングのわらすら通用しないから。これ何？これダーっていうの。いい、いい、気にしなくていい。面白いです。いや、アイカっていう名前なの。読めるところだけでいいよ、浅井さん。次行かないと。これ何も言ってないよ。和道さん、仕事だな。浅井さん、私行ってよいの？うちに来てください。仕事。これは何の意味？いい、顔文字は気にしなくていい。顔文字打たないでごめん。浅井さんがいるとき、顔文字とネットスラングやめて。ごめんね。多分、あなたは音楽の才能があるんで、それで、なんか、多分一緒にできるかな。なんかよくわかんないな。ネットスラングと、顔文字やめてください。ごめん、ほんとごめん。歌手になれるかな？うちに来たら。ゆきちは可愛いですよ。ゆきち。ちがつくとどうなるのかよくわかんない。次行け。いや、それはあなたの考え方の違いです。おばあちゃん？そう、和道さんのおばあちゃんです。違います。嘘をつかないでください。つい。嘘つかないでください。血縁関係ないでしょ。出会ったの2年前でしょ。なんで嘘つくんですか？私の顔は可愛いですか？にゃん太郎さん。いや、多分すごい可愛い子です。カルシウム、浅井さん好きです。あ、そのうちうちに来てください。弟がろくでもないやつなんですが、どうしたらいいですか？お、いいっすね。これ何？キノコ？これキナコ。お餅だね、お餅。お餅？お餅。いや、サムネはいいんだ、浅井さん。質問に答えてあげて。あれです、サムネは大丈夫だから。サムネはみんな好き勝手つけてんのよ。まあ、サムネは。あなたは立派にいいやつです。先生、弟がろくでもなくて困ってる。昨年の彼女がマスク外したの？先生、なんでスルーしてんの？弟が困ってんだって、ろくでもなく。これ、昨日の？うん、もう次行きたいのね。オッケー。昨日の前、
え、昨日の彼女がマスク外したの？あ、もう余計なこと打たないでください。ごめんなさい。余計なこと打たないでください。業務連絡。余計なことと、顔文字とネットスラング打たないでください。昨日の彼女はあんたりだったじゃないですか。浅井さん、すっぴん、次、コメント、どんどん次行かないと、コメント俺の顔は、うん、ブルさんの顔。どう？ブルさんの顔どう？顔では通らない。理性通した方がいいです。って、それで、この顔から、ちょっと待って。ああ、消えちゃったよ。上にすんなよ。もうしょうがない、しょうがない。すぐ読まないから。すぐ行かないと。世界を制覇する顔です。世界を制覇する顔です。おめでとうございます、ブルさん。世界を制覇する。いや、おめでとうじゃないですよ。めでたくない。これからさ、茨の道なんだからさ、あれですよ。大変だから。大変です。だけど大丈夫ですよ。これさえ見てりゃ。はい。大丈夫です。制覇します。はい。次行きます。まゆ、おばあちゃん、そうですって。なんだ、どこまで行ったんだろう。あ、チョコレートマヨネーズ。違う、面白い人だね。和道さん、補佐役。思考停止中かな。あのマークですか？太陽のなんだか。太陽の塔。マリアさん。それはあなたは正しい人ですね。配信者になった方がいい。俺の顔は？顔がなくてもあなたは生きていけます。世界を制覇する顔。そう、医師が聞いてるから。マリア、楽しい。これについては、ね、見た印象だけですか。何か他に意味がありますか。顔文字は意味はないです。顔文字に意味はないです。その次は、うん、いや、いい。顔文字はもうするし。顔文字打たないでください。あ、たまにバドさん見に来た方がいいです。浅井さん、エロイブしたことある。わからない。うん。次行きましょう。ユキチと一緒に人生を送りたいです。人生を送りたいユキチと一緒にということでよろしくお願いします。このサムネのうちのペットはどうですか？健康です。わかんないけど、そう、手足は細いけど健康だ。はい、こんにちは。私の顔は、顔。自分の顔をうまく捉えてて、あんたは仕事できる人です。中折れ、直す方法ありますか？わからない。浅井さんが初めてわからないって言った。俺、浅井さんがわからないって言ったら初めて聞いたな。ん？それは、面白いな。和道さんの放送見なきゃいいんじゃないですか。お前は来んなだって。なんだったっけ。和道さん、好奇心がNG でーす、これ脳トレですか？脳トレって何だ？脳トレ何ですか？脳を鍛えるトレーニングのことを脳トレ。これ何て読むんですか？キットさん、この人はキットさんっていう人。いや、わかんない。次の、あれ？もう、これ何て読むの？ひわい様キット。うん。鈴木さんいらっしゃい。うん。脳トレっていうものはこのように存在しません。うん。和道さんのお母さんですか？あ、かわいい。世の中はいいもんですよ、めぐみさん。質問に答えてないじゃん。和道さんのお母さんですかって質問が来て、世の中はいいもんですよって答えはないでしょ、浅井さん。
めちゃくちゃだよ。カン、素晴らしい配信者。誰のコメントを読んでいるのかわからない。今、テルッチのコメントを読んでます。あ、その絵を見ながらコメントしてるから。さて。絵はあんま気にしなくていいの？和道さん爆笑、わかんない。ノートで存在しない。はは。そうだね、ノートで存在しない。これ読んであげなよ、みーすけさんのコメント。はじめまして、うちの猫が行方不明になってしまったんですけど、見つかるでしょうか。猫どこにいるの？違う、サムネの話じゃない、サムネイルの話じゃなくて、この人が猫いなくなっちゃったから探してるので、見つかるって浅井さんって聞いてるの。このサムネイルは救急車で運ばれたんじゃないですか。必死で見つけることです。浅井さん楽しいから大丈夫。プリよくテルチ、いや、この子いい子だね。うん。テルチいい子ね。いや、だけどね、これって男の世界だから大変だよ。それは今女の世界になるから。プリン、これ何？いや、いい。読めるところだけどいい、浅井さん。もう気にしなくていい。絵文字は気にしなくていい。誰って何？浅井さん誰って、あなた誰って今。プリンです。え、違います、浅井さんです。え、プリン、そういうことじゃなくて。プリンは、プリン、これから。プリンさんが誰って聞いてるから、浅井さん。いや、だから今、和道さんにプリンが返信しました。何トレが好きですか？筋トレ。筋トレっていうか、普通のトレーニングが好きです。重り持ってるやるやつ。まだやってる、何歳？ 7?何歳、何歳かな、昭和32年生まれ。目が悪いの。そう。目がね、左目だけ眼鏡を外してみたら、目が、すごく良くなった。こっちレンズ入ってません。いや、これ、みんなも外せばいいと思うけども、それはダメ。それは、ちょっと良くなってきたら外せばいい。そしたら、すごい良くなる。何が良くなるって、気持ちが良くなる。レンズ片方外すぞ。うん、レンズ片方外すと気持ちが良くなる。だから両方入ってる人は、その、レンズ入ってないじゃん。体が良くなってくると、片方を外す必要性になってくる。で、それを外してしまうと、さらにすごい気分爽快になって良くなる。めちゃくちゃだよ。関節、腹筋崩壊。腹筋って何ですか？腹筋崩壊だって。そうだね。パパパンパねえのがいるもんだな。半端ねえのがいるもんだな。ひわい様きっと半端ねえのがいるもんだな。何？浅井さんすごいって。よくわかんない。これを見た感じはそうでもないけど。浅井さんの唇いいですね。お前らおもちゃにすんなよ。いや、わかんないけど、私、あれだよ、なんかね、昔、体が曲がってた頃に、そりゃ大変だったけれども、でも、だんだん改善してます。背骨もまっすぐになったし、それで目もよく見えるようになった。なるほど。伊達メガネか？笑ってる。この人ですか、鈴木さんって。この人、鈴木さん。ちょっと違うんだね。うん。ということは、鈴木さん、茶化しちゃダメです。古代、寝なきゃなのに、面白すぎて、わかんない、これ。わかんない、一度来てください。和道さん、すごい方、召喚したね。召喚ってこれ何ですか、よくわかんない。浅井さんはもう2年ぐらい前から知り合いですよ。うん。マリちゃん、たまにこれ見てくださいね。マリちゃん、フォローしてください。お願いします。フォロー。また見に来ること、フォローっていうの。
あ、マリちゃん、マリちゃんもうちに来た方がいいかもね。うんと、浅井さんファンになったよ。なんで、これひらがなだと思いますか。いや、漢字知らなかったんでしょ、浅井さんの。いや、大変ですね。それ、兄ちゃんが大変だ。キャン玉、ボールあげる。ああ、この人頑張ってる。今の見えなかったけど、あなたすごい頑張ってる。体があんまり、調子が良そうでないけど、すごい頑張ってる。よく見えなかった。ごめんね。浅井さん、名前呼んでください。ああ、消えちゃったよ。ごめんね。浅井さん、おはようございます。光の合唱団はメンバーが何人ですか？今、名前が。12、3人じゃないですか。みんな外にいる人のメンバーです。浅井さん大好き、照内さん。亀仙人、ありがとうございます。なんかよくわかんない、知り合いになりたいですね。浅井さんはいつぐらいに帰るんですか？あ、そうだ、もうそろそろ帰んなきゃ、おばちゃん用事が山ほどあります。亀仙人さんって誰でしたっけ？亀仙人さんだよ。亀仙人さん。じゃあ、ここにおいでよ、そしたら会えるよ。ちょっと待って、なんで俺の家に呼ぶのよ。マリちゃん。フォローしてるよ。今日は浅井さんのおかげで楽しい一日になりそうだ。どこ行っちゃったか。あれ消えちゃった。早く読まないとダメなの、浅井さん。だだ、早くなってきたよ。どんどん早くしないとダメなの。え？どんどん早く読んだよ。浅井さん、私の名前。あれ、もう消えちゃった。一言でいいから。道島の犬。一言でいいから。アグルキッズ。あれ、どんどん消えちゃったよ。どんどん読まないとダメ。どんどん読まない。次々っていかないと。組、今日はな、何するんですか？今日は、これ、組田和道推しって何？次行かないと。次行かないとダメ。次行かないと。浅井さん、どんどん次々って一言でいい。じゃあ、和道さんのうちにぜひ来てください。はい。案外、和どれの米スルーされる率高いな、嫌われたかな。わかんない。米スルーなんですか？米スルーは気にしなくていいです。わからない単語は次行かないと、どんどん読めないから。ほら、早く読まないと。祈祷で隠す、る方法、ないですか？わからない。はい、次行きましょう。浅井さんに、癒されます。土。これ何があるんですか？ロケットですか？いや、大丈夫です。サムネイルは気にしなくていい。絵は気にしなくていいの。絵に意味はないから。絵に意味はない。うん、次行かないと。あなたは立派な人間です。俺の子、なんて言うんですか？ちょっと待って。昔は世界を取りたかったけど、今は何も考えない。それは、何だったかね。それで、何も考えないようにじっとしてるから、だからまた世界を取りたいと考えた方がいいです。浅井さん、ゆきちって呼んで。ゆきち、いい子だね、おいで。マリちゃん、なんかよくわからないけど、朝から爆笑させてもらいました。ありがとう。そうだよ。それできっと楽しいことばっかり起こるよ。棒読み必要だね。よくわからない。棒読みってなんかよくわかんないな。これなんて言ってんですか？違う人がいいや。オッケー。コメント読み上げよう。浅井さんの。オッケー。浅井さん、新しい。声出るから、これ。え？これわかんない。うん。声が、ね。読んだ方がわかる。わかった。読んだ方がいいね。棒読みやめよう。わかった。はい。あんま、凝らせてると、浅井さんこの年でメンヘラになったらどうすんの？これ何言ってんの？もう分かんないのはもうスルーでいい。分かりませんでいい。ごめんね、何だかよく分かんない。分かる言葉でお願いします。焦らずに、母、くみたん、浅井さんってあの浅井さん？よく分からないな、ななちゃん。浅井さんってあの浅井さんだけど、ななちゃん、何、これあるの何これ。丁寧に拾いすぎちゃった。これ何？え？浅井さんの名前を教えて、ゆきこ。これ何ですか？ここに書いてあるの。サムネは気にしなくていい。顔だよ。顔写真だよ。ななちゃんの。ななちゃんの顔写真見え。小さいから見えない。いいの。スルーしていいの。爪だ。うん。あ、いや、かわいいね。そしたら、これあれだよ。ゆきこって言いますので、よろしくお願いします。ななちゃん、ありななちゃん、爪じゃない方がいいよ。ななちゃん、引っ張りすぎでしょ。ん？
奈々ちゃん引っ張りすぎ。申し訳ない、棒読み。進めて、駅、パーに来る浅井さん何歳ですか？昭和32年、右目のレンズも外す予定ありますか？そうですね。これ、見えるようになったら外します。うんと、ゆひこかわいい。くどくな。てる。いい、うんと、ほっといていい、それ。うん、次行かないと。和道さん、浅井さん、今から妊婦検診に行くので、また来るね。いってらっしゃい。ああ。お医者さんを褒めた方がいいです。うんと、浅井さん、いい人だね。いい人だよ、浅井さん。よくわかんない。和道さんの方がいいんじゃないでしょうか。うんと、ゆきこもかわいいよ。ちょっと近くなってきて、浅井さん、画面から出ちゃう。あ、こっち来ればいいの。そういうこと、そういうこと。写真書。写真書ってどういう意味がありますか？意味はない。からかってるだけだよ。浅井さんのことバカにしてんの、この人。いや、だからね、今体が悪いからね、だから、昔は良かったろうと、そういうふうに思ってるんですが、で、それで、っていうのは、この辺で昔の良さが現れてる。浅井さん、感じ弱いね。骨川スネ夫さん。これ、よくわかんない。これ誰ですか？下に、目の下に入ってる人は。じゃあ、印象だけでいこう。そう、だけど知性じゃないところで文字は全部感じます。浅井さんに会いたいです。クミタン。いや、私も会いたいけど、それどうしたらいいの？クミタン。たまに遊びに来てくださいね。どうしたらいいんでしょうか。世界を制覇すると言っていただきましたが、まず最初に何をすればいいですか？ここが壊れてるから、まず深呼吸。浅井さんも楽しい一日を。そのうち私のところにおいでよ。和道さん、ナイスカメラアングル。ゆきちゃん、きれいに見えるよ。浅井さん、真面目なんだね。鈴木さんって誰でしたっけ？その辺に良さ現れてますね。わかんない。風船をプレゼントしました。女の子に甘いんだね、浅井さん。女の子に優しいよね、浅井さんね。どうなんだろうね。よくわかんないけども、なるべく優しくしようと思ってます。なんかわかんないけど、かわいいから。深呼吸。いや、だからまず深呼吸って、それからあと、左の、足をと、床に寝て、つま先を、外側にと倒して、それから、それを居上。角度は、45度か、違うな。ここだから、30度。ちょっとかかとをその上に上げるようにして、居上です。これ1日7回。浅井さんは、笑顔が素敵。クミタン、お母さんに捨てられたんで、浅井さん、私のお母さんになってくれますか？お母さん捨ててなんかいないよ。それだよ。なんかね、クミタンがいつも可愛い子だと思ってます。そうじゃ、ユキチのコメントだよ。クミタンじゃなくて、ユキチ。ユキチ？お母さんに捨てられたって言ったのユキチの方。
そんなバカなことはない。お母さんはあんたは愛してます。お母さんってね、なんかよくわかんないけどね、ゆきちが思ってる神様のようなもんです。バーガーをプレゼントしました。このバーガーかわいいね。で、すげえ詳しくありがとう。浅井さんの病名は何ですか？病名、骨川すね、すね、お？あ、近所ですよ。病名、神様病か。よし、今日から世界征服になれます。これは一般語で、例えばね、その足を挙上して、それ1時間後に分かります。浅井さんのお住まいは、ワトブさんのご近所で、ご近所さんですか。そうだね、自転車で10分ぐらい。もっと来ればいいんだけど、おばちゃんは忙しいです。今日は娘の誕生日なのに朝から怒ってしまいました。亀仙人って どなたでしたっけ。亀仙人は亀仙人だよ、女の人。モンタン寝てる。一回うちに来てください。斬新だな、浅井さん。ワドタン、ノンタン寝てるのかな。起きて聞いてますけど、それは、カラオケに行けばいいんでしょうか、一緒に。浅井さんの愛って何だと思いますか。愛ってね、さっき言ったその神様だよ。よし、これでいいかな、今日は。OK。うん、皆さんありがとうございました。すいません、お世話様です。ありがとうございます。浅井さんはツイッターと YouTube やってるので、もしよかったらフォローしてください。僕の。フォローよりも直接会いに来てください。直接会いに来た方が嬉しい、浅井さんは。うん、そうだよ。うん、じゃあ、日曜日と、毎週日曜日と毎週水曜日、幡ヶ谷の交差点で昼の12時に。それとここ。ここには嫌だよ。なんで俺の家来んだよ。え、なんで。いや、嫌だよ。だとこれ仕事にすんなら大丈夫だよ、ここに来て。いや、彼女が怒るの。え、彼女が怒るの、ここに来ると。ここに来ていいよって言ってたんだけど、彼女が怒るの。ここに来て。うん、いや、だってあれだよ、さ、ここ解放しとけば健康になるじゃない、ワトさん。いや、俺はだから解放したいんで、本当は。だから彼女が嫌なんだって。いや、だからさっきも言って、健康になるのが一番なんだから。俺のツイッターに飛んで、俺のツイッターフォロー9人してるんですけど、浅井さん、そこにあります。ここに和道さんの住所を入れて、みんな来てね、すればいいでしょ。まあ、いろいろあんのよ。いろいろあんの、俺には俺で。彼女が嫉妬するから。うん、え、うん、いいの、今は。いいの、ここは解放してないの、今は。いや、そしたら誰にも嫉妬されないよ。いや、俺はだからオープンにしたいんだけど。いいの、彼女は今そういう時期なの。いや、だからみんなも理性になったんだから、あんたも理性になった方がいいです。まあそうだね。じゃあ、あれ、ミシェルさんさっきいなかったよ。今黙れ、バババって言うと、ばあちゃん黙れってこの猫が言ったんですか。そうですね。いい子だね。うん、あ、俺ツイッター復活してる、フォローして。大変だったな、あなたの人生、ミシェルさん。なんだかよくわかんないね。ありがとう。女性は、のんたんの言うときにしないとね。嫌だって、会いたくないんだって。はい、じゃあ終わりにしよう、アセさん。今日終わり。はい、また明日。いや、さあ、和道さんがいるときがいいです。だから、皆さんにどうぞ。アセさん、締めよう。もう仕事だから、俺も。皆さんお疲れ様、ありがとうございました。いつもありがとうございます。お世話様です。ここ、カメラ。あ、どうも。お世話様です。ありがとう。ありがとうございます。すいませんでした。お世話様です。すいません。フォローよろしくお願いします。お疲れ様。これよくわかんないけど、よろしくお願いします。すいませんでした。フォローは私に、すいません。皆さんによろしくお願いします。すいません。お願いします。すいません。よろしくお願いします。すいませんです。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。